にちは、ひまひまです。こんにちは、パパです。というわけでですね、はい、まあ急遽動画を撮ったようですけども、はい、ひまひまチャンネル存続の危機です。危機です。そうなんですよ、実は実はもうね、ちょっと事件がありまして、はい、はい、非常にまずいです。まずい中のまずいです、はい、これはね、ほんとひまひまチャンネル存続の危機に関わる問題なんですよね。はい、はい、もう率直に言いますか、もう下手をするとひまひまチャンネルワンストライク食らいました。ワンストライク食らいました。で、まあワンストライク食らいましたっていうのは何かというと、はい、ちょっと前に出したあのカラオケのアカペラ動画、はい、あったじゃないですか、はい、あれが、著作権侵害ということで、はい、そう、動画削除されてしまったんですね。いやー、採点の、はい、ゲームちゃんとね、うん、著作権が引っかかんないように画像をモザイクしたりとか、はい、そうなんですよ、なんでね、一応ね、まあ、そもそもほらアカペラで歌ったじゃない、はい、アカペラっていうのはまあ音楽なしで声だけで歌を歌ったんですけど、はい、まあ、それっていうのはやっぱその権利をね守るっていう意味もあるし、うん、まあその単純に面白おかしくのアカペラではなくね、やっぱその音楽を動画じゃ流しちゃいけないわけですよ、はい、基本的に、そうですね、はい、まあ、っていうのはね分かっているんですよ。で、まあ、今回問題だったのは、ね、今回ほら採点だったでしょ、うん、動画、あのカラオケのね、あれの採点の多分ね画面なんですよ、はい、画面が映ってたの、何点とかね、そう、ブルルルデンみたいな。で、浅野さん、なんか右上にキャラクターがいたじゃない、いたいた、なんか一言さ、うん、なんかもうちょい頑張れやみたいなこと言ったりとか、うんうんうん、ああいうのもうダメなわけですよ多分、うん、明確にねこのシーンがダメっていうのは分かんないんだけど、映像がダメみたいな感じで書いてあったので、そうで、一応ね、あのテレビ画面は全部ぼかしを入れたんですよ、あの、まあ、パパ編集なんでね、でぼかしを入れて、あのほらアーティストさんの実写のほら顔をね、ね、あの動画っていうかのモニターだったよね、映像が、そこはもう全部モザイクをモザイクとかぼかしをかけて分からないようにしたんですけど、で音楽も消したと、はい、はい、であとあれだよ、みんな何がワンストライクの意味が分からないんじゃないですか、はい、そうですよね。で、YouTube っていうのはこうやって著作権の侵害だとかがね、はい、あるとまあこう警告されるわけですよ、はい、そうですね。で野球と同じで、それが3回起きたら、3回警告を受けてしまったらチャンネルを削除されてしまう、削除される、これがいわゆる、まあ、削除っていうか、チャンネル、そう、チャンネルアカウント停止、これがいわゆる YouTube のアカウントバンっていうものなんですよ。もうあとうち2回3ストライクでね、2回ストライク食らったらもうバンですよ。そうなんです。で今ね、今回この1回目のストライクを受けてしまったので、はい、まずいんですよね。まずい、まあ、まずい、まあこれね、ほんとちょっとね、パパの編集が申し訳なかったです、結局そこが甘かったのが。だからね、やっぱちゃんとそういうところを配慮した動画を作らなきゃいけないし、まあもちろんね、あの許可も取らなきゃいけないしっていう、ちゃんとねやることをちゃんとやって動画を作るっていうのが一番大事なんで、ここ皆さん、あの YouTube をやってらっしゃる皆さんね、ぜひ本当ここは気をつけていただかないといけないところです。そうです、また一からひまひまチャンネルになってしまうので、ね、はい、でね、これ3ストライクでチャンネルバンなんですけど、まあ、今回1ストライクでしょ。これはね、とりあえず警告なんですよ、うん、で次もしまた2ストライク目があった場合は、今度はね2週間確か動画がアップできなかったと思います。いえー、確かなので、この3、まあ、うん、その1ストライクが消えるには3ヶ月何もなければ消えるんですね、3ヶ月ね。なのでこの3ヶ月間ひまは動画でアカペラで歌うことは一切ないと思います、まあ、まあそれがね、アカペラが、ま、悪いっていうわけじゃないんだけど、やっぱそこは慎重に動画作りをして、もうね、絶
対にこういうことがないように、やっぱもうこれね3ヶ月間だけじゃないんですけど、はい、はい、これから動画作りをねしなきゃいけないということで、はい、ちょっと歌いましょうか、はい、ここで歌いますか、はい、はい、こう、はい、まあ、こうぐらいで今カットですけどね、はい、はい、だからね、というわけでね、はい、あの、はい、すごくねめっちゃビビったんですよパパは、うん、動画が削除されました、あの初めてです、これひまひまチャンネル始めて4年ぐらい経つんですけど、4年ちょっと経つか、うん、ストライクをいただいたのは初めてですし一応ね、あのいろんなこと気をつけながら毎日動画やってるんですけど、まあすいません、本当ちょっとパパの編集が甘かったです、これに関しては。はい、というわけでね、まあ、今回はこのぐらいの動画で終わりたいと思います、うん、まあその前に ね、まずちょっと一言言いたいのが、著作権者の方、今回ね、はい、申し訳ありませんでした、申し訳ありませんでした、はい、以後絶対にしないように気をつけたいと思います、ごめんなさい、本当に本当に申し訳ありませんでした、まあね、次からね、はい、本当に気をつけて慎重に、本当に1秒でもアカペラをしないで、うん、まだアカペラ、まあね、アカペラはダメじゃないんだけど、映像ですよ、映像がダメ、うん、まず音楽とか映像はダメです、気をつけてね、頑張りたいと思います、はい、というわけでね、皆さんこんな感じで、まあ危機だったのでね、本当、まあ、いやでも危機ですよ、まだ実際危機なんで、はい、もう本当絶対に今後ストライクをね、ストライクになるような動画は作らないということで、はい、やっていきたいと思います、はい、はい、まあ、3ヶ月間何もしないように、はい、頑張ります、まあ、3ヶ月経ちゃいいかっていう問題でもないので、はい、今後ね二度とストライクをもらわないように一生気をつけたいと思います、はい、はい、今回こんな感じで終わりたいと思います、はい、まあ、YouTuber の皆さんもね気をつけて、はい、本当に動画作りには慎重に、ね、やっぱ権利っていうのは大事なんでね、うん、はい、ここは皆さん守るべき、はい、ものは守っていただいて、はい、動画を作っていきましょう、はい、はい、というわけでね、まあこれから安全に頑張っていきたいと思います、そうですね、はい、はい、では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに、バイバーイ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 、ダメだよ、そんなことやったら、はい、はい、バイバイ、はい。